こんにちは、モデルのあゆみです。今回は私の大好きな紀伊國屋で自分の時間を大切にするをテーマにおすすめの商品を持ってきたのでご紹介いたします。まるちゃん、まず一つ目なんですけれども、じゃん、こちら紀伊國屋リュネットになります。これね、とっても美味しいパイなんですよ。私結構パイが好きで、初めて紀伊國屋のこのリュネットを食べた時に、わあ好きな味って思ったんですよ。でそれから紀伊國屋に行くたんびこれを見つけるとついつい買ってしまうという美味しいパイです。好きなお茶とかを入れて、なんかこうこれがあると幸せって感じで家で一息つきながら食べること多いです。すごく美味しいパイですので、ぜひ皆さんも試してみてください。こちら7枚入りで275円です。そして2つ目の商品です。じゃじゃんこちら紀伊國屋のカツオふりかけになります。中学生と高校生になる子どもたちにお弁当を作ってるんですね。でその時にご飯のお供に最後にこのカツオふりかけをパパッとかけて使わせていただいています。ふりかけ結構いろいろな種類とかいろいろな商品あると思うんですけれども、このふりかけ結構海苔が入っていて、しっかり入っていてすごくね美味しいんです。もうご飯がね進んじゃってちょっと食べ過ぎに困るっていうこともあるかなと思うぐらい美味しいふりかけです。ぜひ試してみてください。こちらのお値段324円になります。そして3つ目、じゃん、こちら紀伊國屋のプチチーズアソートになります。紀伊國屋行ったことある方は結構これ見たことあると思うんですけれども、チーズを買う時っていろいろな種類が食べたいけれども、こう大きいのだと何種類も買えないなっていう時にすごくおすすめです。どれもね美味しいチーズが組み合わさっていて、人が来る時とかにももちろんですけれども、普段冷蔵庫にあるとちょっとおつまみも食べたい時とかにもすごく便利です。ぜひチーズ好きの方試してみてください。こちらお値段の方は税込みで645円になります。それでは最後に、宝島社より発売する紀伊國屋真空断熱ステンレスボトルを紹介いたします。おすすめのポイントが3つあります。ポイントその1、便利なサイズ感になります。こちらのボトルの容量は 270ml で、すごく程よいサイズ感ですよね。お仕事とかちょっとしたお出かけをするときにぴったりのサイズです。そしてポイントその2、それは断熱性になります。特におすすめなのが伸び頃の温度が長く続くというところです。真空断熱の構造で保温と保冷両方バッチリなんですよ。なんか温かいお茶を長く楽しめるってすごくね大切ですよね。出先とかでもね、ほーっとまだ温かくて嬉しいなって感じれるこの保温のボトルになっています。夏になったら冷たいのも大丈夫ですよ。ポイントの3つ目はこのデザイン性になります。じゃん紀伊國屋好きさんには結構たまらないデザインになってますよね。そしてグリーンと白というこの色味も、私両方とも大好きな色で、なんかどっちもいいでしょなんかね、どっちにしようかなって迷っちゃうぐらい、こう両方とも素敵ですね、このデザイン、可愛いですね私もね、普段外に出ることが多いので、お仕事だったり出かける時とか、このねボトル、ステンレスボトル、ぜひ持ち歩いて過ごしていきたいと思っています。いかがでしたか。今回ご紹介したこの紀伊國屋真空断熱
ステンレスボトルブック宝島社より発売されます。お値段の方は2080円プラスタックスになっています。12月22日木曜日より発売。発売場所は全国のファミリーマートと宝島チャンネルで購入いただけます。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。もしこの商品への質問などありましたら、コメントで教えてくださいね。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。あゆみでした。